こんにちは、こんばんは。私たちベイビーウルフです。あっかです。ちゃこです。まちゃんです。みかみんです。うずです。今日は5人で3ターンでも君が好きをやります。イエーイ。ルールお願いします。魔法の水晶玉が片思い相手の何かを教えてくれるとしたら何を知りたい？何それ？どういうこと？どういうこと？何か教えてくれるとしたら何知りたい？何知りたい？あ、私1個思いついたか。やばいやばいやばい。何知りたい？あ、いい、いいかも。これいいかも。いや、まつりさんからどうぞ。何知りたいな。あー、じゃあなんか将来の夢とか。あー、ちょっとなるほど、では、みかみんどうぞ。シャンプー何使ってますか？あー、では、はるちゃんどうぞ。そうだな。マジで難しいけど、何を知りたい？一人でいるときに何を考えてるかが知りたい。あ、それは確かに。では、チャコどうぞ。本当に好きな色。何それ？何それ？何それ？それ何？ビジネス？その質問難しすぎる。ちょっと何もわかんない。では、ハッカどうぞ。頭の中の思考回路。おお。いや、なんとなく、なんか、はいはいはい。では、はるちゃん、2枚目引いてください。いい質問だね。2枚目シンプルクエスチョン。片思い相手はデートの待ち合わせで相手が時間を過ぎて連絡も来ないとき、何時間くらい待ってくれそう？これ結構わかりそうだし。これ面白い。では、まつりちゃんからどうぞ。待ってくれないと思う。すぐ帰れそう。なんか10分ぐらい来なかったら、なんか別に何も思わずに帰りそう。あ、来ないなって帰りそう。だから10分かな。では、三上どうぞ。1時間。なんか、まあ、1時間普通ぐらい待ってくれそう。もう頑張って。はるちゃんどうぞ。1時間かな。1時間待ってくれそう。何も連絡なくても結構待つよ、1時間。では、チャコどうぞ。3、4時間って考えてる。めっちゃ待ってくれる。誰？そんな人いる？いる？なんか何もないんだよ。くれそうだけど、なんか待ってくれそう。希望的感想。待ってほしいな。待ってほしいな。では、赤ちゃんどうぞ。私も1、2時間とかかな。おお。でもね、結構長めだね。うん、それだけみんなのこと優しいって思ってる。いい人。いや、10分。あれ？まつりちゃん誰なんだろう。気になる。全然わかんない、今回。では、はるちゃん。ラスト、ラスト、ディープクエスチョン。はい。片思い相手は何をされたら怒りそう？むずいこと？怒りそう。めっちゃむずいよ、これ。めっちゃむずい。難しい。何？やば。では、まつりちゃんどうぞ。基本怒らなさそうだけど、自分の好きなものをけなされたり、自分の好きなものをバカにされたりしたら怒りそう。では、メカミンどうぞ。なんか、これ誰でも怒ると思うんだけど、でもその人が、その人の家族に私が危害を加えた時みたいな怒りよ。みんな怒りそうだ。やばい。まあ、それぐらい、それぐらい。では、はるちゃんどうぞ。みかみんと同じで、家族に、家族が本当にもう何か危害が加えられたとか、なんか家族が痛い目に遭わされたりとかしたら怒りそうだけど、それ以外はなんかニコニコしてそうだなって思う。家族大事にしてそう。家族大事にしてその人ね。そこで強さだな。いやでもそこだよね。では、ちゃこちゃん。なんだろうな。
カバンの中身を全部なんかバッて出したりしたそれは怒る、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 それは怒る。では、あっかちゃんどうぞ。基本怒んなさそうで全然想像つかないんだよな。それこそやっぱ大切なもの傷つけられたり似たようなになっちゃうしなと思って、なんか何したら怒るか見てみたいとまで思ってしまったけど、でもちょっと怒る。なんだ、何したら怒るんだろうな。本当に嫌いなものとずっと24時間同じ空間にいさせられる。めっちゃそうだ。いやもう分かんない、怒るかな。それでもみんな怒んなさそうな人って感じだね、ね、なんかビビ仲いいねでは、おじさん、これ難しい。もう一段欲しい、もう一段欲しい、もう一段欲しい。シーリングタイムです。水晶玉がいらんかったもん、ね、なんかもう一段欲しい、ね、水晶玉わからんかった。では、告白したい相手、自分のことを好きかもしれない、好きな人いなさそう、なったら教えてください。絶対私のこと好きな人いない。あー、これ難しいな。まつりちゃんの10分が誰なのかすごい気になる気になる、それはめっちゃ気になる。1時間って結構じゃない。うん、では、どうですか。はい、いきます。せーの、ちゃみが好き。やったー、みかみん、やったー、みんなバレバレ、やったー。赤とみかみんが両思いになりました。赤がもともとみかみんが好き。みかみんはもともとはらちゃんが好き。あ、自分って気づいたの？うん、やったー、すごい。で、チャコはミカミンが好き。もともとミカミンが持っててんじゃん。パラちゃんは、うん、私今アッカちゃんが好きだけど、でももともとはミカミンが好き。あ、だから自分のこと言われてると思ったってこと？なんかそのアッカちゃんが私のことを言ってると思って変えた。ちょっと恥ずかしいやつだからもしかしたらここが両思いになったかもしれない。今めっちゃ切なくなった。切ないね、これ切な。まつりちゃんは？私はずっとチョコが好き。私10分。いや、そうだったね。でも10分は分かる、分かる、チョコかなって思った。分かる、チョコかなって思った。それは思った。面白い。そう、あー、やった。どこで気づいたの？頭の中を見てみたい。どういうこと？確かに、私がチョコかなって思った。って思われた。そうそう、恥ずかしい。はらちゃんはどこで自分に言われてると思った？なんかその時間待ってくれそうな時間とか。あ、うん、あ、そうだね。確かにそれもある。面白い。面白い。面白い。しかもさ、このドラマがあるよね。お互い両思いだったのに最終的に一人の女を取り合う感じ。どっちもね。私のことってね。なんかあっかが悪いよ。私が思わせぶりなタイプってね。なんかすごい切なくなった。両思いになりたかった。怖くまだあっかに言って両思いなくなりました。そうですね、私は成立したけど、はい、ちょっとまたハラちゃんと仲が悪くなるご飯行きます。ご飯というわけで、私とミカミンがカップル成立しました。嬉しい。こんなに嬉しいものなんですね。両方って嬉しいね。しかも自分の本当の相手と乗り換えて、うん、あの冒険しに行ったところで成立すると嬉しいね。すごいね、よく分かったね。うん、通じ合った、ね、頭の中見てみたいもん、ミカミンの、うんうん、すごいね。私はミカミンのさ、本当に好きな色知りたかった。あ、そっか、それそうか。私も確かにビジネスだと思ってるってこと。ビジネスでカラー言ってないよ。またなんかめっちゃ濃いピンクが好きとかかなって。意外性がありそうって思ったね。そう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 。どっちの言ってることも分かんないね。どういうこと？いやいや、分かる分かる。あ、うん、はい、すいません、ね、これ私以外みんなカップル成立して。あ、本当だ。あ、やっぱあれですね、 DD は報われないんですね。そうだよ、まつりちゃんとチョコも、そう、うん、そっか、やっとじゃん。じゃあはらちゃん、しかも勘違いしたし恥ずかしい。勘違いしちゃった。じゃあ私とみかみんとまつりちゃんとチョコで成立したのか。そうか。はらちゃん、はらちゃん、やっぱ普段の行いが悪いからこうなっちゃった。なことない。でもみんな好きだよ。お、みんな好き。あ、そのめげない精神好きだよ。本当ですか。今後誰かと両思いになれることを期待します。またやろうね。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。